はい、皆さんこんにちは、ネスト福知山の外科です。今日から公民分野の勉強は政治分野、ね。この前までは人権なんかについての話でしたけども、今日からは政治についての話になっていきます。気持ちも新たに頑張っていってほしいと思います。でところでね、政治というのはまずはどういうことか、ね。まあ、当たり前のことで、当たり前なんとなくね、ふわーっと耳に入ってふわーっと耳から抜けていく言葉かもしれませんけど、政治っていうのはどんなことか、みんなの暮らしに関係あることを調整することなんですね。で、調整するってこう言えば簡単ですけど、みんなそれぞれ自分の立場やら都合やらがあるので、意見っていうのがぴったり一緒というのはまあないんです。ないから調整するっていうのがとても難しいなのでね、自分の意見を通したい人は何としても通したいから、反対意見の人をやっつけたいと思うこともあるでしょう、ね。実際にやり込めてしまう、やっつけてしまうこともあるでしょう、ね。原始社会というか、もう人間が人間という以前の、ね、野生動物本能のままに生きていた当時、誰も知りませんけれど、などはやはり力で解決するというようなことが多かったんじゃないでしょうかね。調整する、だから力の強いものが、力の弱いものの意見を抑え込むというのが、政治そのものだったんじゃないでしょうかね。実際記録に残っている歴史の中でも、古代の歴史、古代社会の歴史というのはそういうものです。ただ珍しくね、紀元前5世紀古代の社会にしてはとっても珍しいことに、古代のギリシャ、アテネなんですけど、アテネでは民主政治が行われたっていうことが確かなこととして伝えられています。どんな様子だったのかというと、18歳以上の男子の市民、市民っていう身分よりも上に貴族がいましたし、それから、市民よりも下に奴隷の人がいましたけど、身分社会でした。18歳以上の男子の市民と貴族が政治には関われました。政治を行う、議論をする、会議を行う場所には全員参加、誰もが行きました。みんなが行きました、選挙をして代表を決めて、代表の人に、話をしてもらうとか決め事をしてもらうとか、そんなにないんです、小さな町のことでもあったので、直接に18歳以上の男子の市民は会議の場にいたんで、なんでこんなことができたのかというと、基本的に市民の生活は暇やったからです、暇と言うたら失礼な言い方なんですけど、ありとあらゆる仕事は奴隷にさせてましたから、本当にすることがなかった。で、戦争とかそういう軍事関係のことというのは、もともとはね、貴族の人だけの特権やったんですね。だからね、市民の人がね、することほんまなかったんですね。そういう事情もあって、直接民主制は、成り立っていました。選挙っていうのが今は普通にありますけどね。じゃあそしたら政治家、その役割が、アテネの町の中でどんな、仕事を分担するかみたいなね、役割の分担なんかがあるんですけど、そういう役割分担多くはね、抽選で決まりました。立候補して、やりたい人が立候補して、みんながその選挙を行ったとか、そんなちゃうんですね。くじ引きでした。くじ引きです。くじの棒があるね、クレロス、クレロスを引いて、はい当たり、はいあんたが何々とか、は
い、あなたが何々大臣とかでこういう感じ、まあ、軍事に関係する、ね、将軍はそうはいきませんから、まあね、そういう人はやっぱり、力のある人がなったんですけど、それ以外のね、多くはね、終戦だったのね。それから、ついでに言ってますけど、奴隷とか女性、それからよそから来た、当時は都市国家というかね、町の中で全て完結してましたから、よそからやってきた人は、政治には関わることはできませんでした。こんな感じだったんで。だから今とは随分違います。今の政治、民主政治というのは、ね、選挙もありますし、ね、代表を選びますし、代表の人に、政治を託します、ね、そういう形で、独裁者が好き勝手なことをするとか、力で押さえつける専制みたいなことのないようにしようという意思が働いてるんです、ね。独裁政治や専制政治はやめてもらおうと、ね、実はそういう苦い経験がたくさんあったからそうなったんです、ね。現代の民主、現代の政治というのは民主政治といって、ね、議会制の民主主義、ね、ほとんどの場合間接民主制といって、ね、みんなの代表を選挙で選ぶ、選ぶときには女性ももちろん男性と同じく有権者になって選んでいくという、そういうシステムを世界の多くは取り入れています。ただね、歴史を振り返ると、じゃあ独裁政治がみんな悪かったんかと、力で押さえつける政治がみんなダメだったんかというと、そうでもないというような例もなきにしもあらずなんで、珍しい部類に入りますけど、ちょっとはあるんで、ね、そんな例を、そうですね、2つほど紹介しておきますね。2つほどね、同じくギリシャ、アテネの中に登場してきた人なんですけど、哲学の父と言われるソクラテスって言われる、いう人だったんで、でね、まあ、いろんな人と意見交換しながら、より良い結論に、到達するのが大事だねというようなことを言ってたんですね。サンバ法というんですけど、ね、いろんな意見の人と、交流を深めて、より良い、ね、より優れた、ね、結論にたどり着くことが大事だと言ってたんですけど、そのソクラテスのお弟子さんのプラトンさんなんかは、もうめっちゃめっちゃ賢い人が、めっちゃめちゃ賢い人が、その哲学的によ、哲学的によ、ね、人間性がもう二重丸、花丸で、しかも頭脳明晰で、ね、穏やかに皆を納得させられるような素晴らしい人、ね、そういう素晴らしい人を、ね、大丈夫って言うんですよね。大丈夫大丈夫、どう大丈夫やでっていう、大丈夫っていうのはもともとはね、そういう人のことを言うんです、ね。でそんなこと言ってました。でところで、そのプラトンさんには弟子がおってね、アリストテレスさんちゅうのがおったんです。でこのアリストテレスさんなんかになるとね、先生とはちょっとまあ考え方は違うところもあるんですけど、政治についてはまあ、性格の良さで上に立ついうのがいいでしょうねって思っています。力で、上に君臨するんじゃなくって、ね、人柄の良さで尊敬されて、政治家がリーダーとしてリーダーの椅子にいるっていうのが一番理想的なんじゃないかっていうことを唱えています。でそれを地で言った人がいるんです。でアリストテレスは家庭教師だったんですけど、アリストテレスの教え子にアレクサンドロス、アレクサンダーだよっていうのをね、この人なんかは小さい頃から、いや、人から好かれて尊敬されて王様として認められるような、そういう政治家になりたいな、ね、っていうような心構えがあったのね。だからそのアレクサンドロスはあっという間に、ね、ギ
リシャから、インドインダス川に至るまでの大帝国を10年間で作ってしまうというのはものすごいことをやったんですね。でそういう人もいるんです。そういう人もいるね。でアレクサンドロスは、ね、遠征の途中アレクサンドリアっていうね町を作りながら遠征するんです。単なる征服戦争だったら破壊、町を壊し人を殺しっていうのが戦争ですけど、そうじゃないんです。町を作りそこに、引っ越しをギリシャの人を引っ越しさせてきて、そして現地の人とどんどんね国際結婚をしなさいとかいうね国際結婚を進めていくんです。彼自身ね、国際結婚をしています。ペルシャの、ね女性とね、まあまあそういうような例もまああるっちゅうたらあるんです。それから先ほどちらっと紹介しました大丈夫っていう言葉なんですけど、大丈夫っていう言葉はね実は中国の大昔の思想家の孟子という人が、ね、言うたんですよ。どういう人が大丈夫な人なのかというと、まあそれは立派な人やっちゅうわけなんですけど、その孟子さんはね政治についてはね尊敬されるような人が上に立つ政治の仕方と、そんなことはね、減ったくれも考えないわ、ね、力で押さえつけるような政治の仕方があると。王道と波動という二通りの政治の仕方があるけど、残念ながら波動の政治家ばっかりやなあいうて嘆いていますけど、王道の政治が実現するね、夢を見ていたわけです孟子さんというのはね、はい、というようなことで、アジア東洋でもだから西洋、ね、ヨーロッパの方でもそのすんごくええ人が登場してきて、そして良い政治を行ってくれたらいいなという期待はあったんです、ね、なきにしもあらずどころか強くあったんです。でも実際にはそんなことになかなかならなくって、実際にはトップに立ったと思ったら独りよがりでわがままな、ね、政治を行うとか逆らうもんは許さんとか 言い出すような権力者ばっかりやったんですね、ほとんどが。なので今の私たち現代に生きる私たちは、立派な人がもしかしているかもしれない、そういう人が政治の世界にトップに立ってくれたらチャチャチャっとね何でもうまいことを解決できるのかもしれないけれど、まあそんな期待はできそうもないから、まあ時間はかかっても粘り強く少数意見を、ね、尊重しながらなるべく聞いて、そして調整していくことが大事だというね、そういう世界観をそういう常識を共有してるんです。日本やらアメリカ、ねなんかはオーストラリアもそうですし、イギリスもそうですし、フランスもそうなんですけど、などは民主主義の理念を、ね世界共通のものとしてね大事にしていこうというふうに強く主張することがよくあるんですけど、これよりはいいはずなんだ、欠点がないわけじゃないけど、ねうん、時間がかかるっていうことです、うん、意見を、うん、交流し合うんです。口が上手やったらなんかうまいこと言うんです。でも口下手な人でも真面目な正しいことを言う人はいるんですけど、なかなかね、そういう人の意見って取り上げられなかったりするっていうね、そういう欠点もあるんです。だからこそ少数意見の尊重はあくまでも大切なんです。ただいつかどこかで何ぼでも時間があるわけじゃないから、どこかではいもうこれ以上時間をかけるわけにいかないですねっていう時に多数決するんですね。多数決しか仕方がないっていうタイミングで多数決をするんですっていうのが私たちの今の調整の仕方、政治なんです。ただねそれでもね、覚えてほしいのはそれでも多数決はベストな物事の決め方じゃないです。
本当にベストな物事の決め方は話し合いです。話し合いです。話し合いで丸く収めるのがやっぱり一番です。ただその話し合いで丸く収めるときに力による抑え込みやとか脅しやとかそういったものがあっては絶対話し合いという意味にはなりません、ね、ということを覚えておいてください。その上で多数決しか仕方がないんですっていうわけです。でもね、まあ、多数決はベストじゃないとは言うものの、でもまあ多数決になったらしゃあないやんっていうふうな感覚で、思っているところが皆さんの心の中にはあると思います。なので面白い例を紹介します。多数決で全てが決められるわけじゃないという例です、ね、多数決で全て決められるわけじゃないという例です、ね、ちょっとやってみましょう、ね、A さんと B さんと C さん海外旅行が好きな3人の方がいました、どこ行きたいっていうね、行こうかっていう話になってどこ行きたいっていう意見をそれぞれ出しました。意見が合いませんでした。整理をしました。優先順位1番、2番、3番で整理をすることにしました。A さんはアメリカに一番行きたい。2番になるけど中国に行きたい。まあ、フランスは3番目かな。B さんは一番行きたいのは中国やと。その次はフランス。3番がアメリカや。C さんについてはフランスに一番行きたい、アメリカはその次、中国が一番最後でいいわと、こう思っています。こういう人がいたとするとね、この時にさあどうしようというわけですね。優先順位一番だけではみんなバラバラですよね。だから決まらんのです。決まらないんです。だから優先順位2番まで下げて意見をまとめていくしかないよね。その次はね、まとめましょう、ね、で中国とフランスどっちが行きたいかということでまずセレクトします。中国とフランス、そしたら、ね、中国とフランス、中国になります。中国で、この時中国とフランスどっちが行きたい言うて最初聞いたんですけど、そもそもアメリカも選択肢にあるのでアメリカが聞けてないから、中国とアメリカはどっちって聞いたらこれアメリカになるのね、なるんです。じゃあアメリカに行くことにしようかってなるけど、アメリカに行きたいって言ってるのはもともと一人だけの納得いかんや。最初のセレクトの仕方をちょっと変えてくれんかとまあ言うわけですね。じゃあ中国とフランスからセレクトするんじゃなしに、アメリカと中国からセレクトしたらどうなる？アメリカですよね。でフランスを最初避けたので、アメリカとフランスどっちっていうのをその時見たらフランスになるんですよね。フランスなんですよ。あれ結論が変わってきたわけ。じゃあそしたらね、念のためにアメリカとフランスどっち、まあ、フランスですよね。でフランスと中国どっちっていうのを言ったら中国なのに、結局ね何をどうしたってね、バラバラはバラバラなんです。はい、多数決で何でも決まろうと思ったら大間違いね。そこはね、納得のいくまで話し合うしかないんです。で、力ずくで押さえつけるとか黙らせるいうようなことをしてはダメです。でも譲り合うとか妥協をするとか、まあ、そういう何かをこう利用して調整を図るしかないというのが実情なんですね。そんな中で、我々の暮らしが支えられたり、我々の暮らし、みんなの幸せが支えられたりしていこうとしているということなんです。はい、
現代の民主政治ということで、今日からは今回からは政治のジャンルの話になりましたけれども、政治とはどういうことか、ね、今の政治というのは私たちは皆さんは直接関わってないけどどんな風にされてるのか、ね、身近なところでは、ね、クラスの中の役員決めとか、ね、あるんですけど、多数決って何でも決めれるのかどうなのかっていうあたりをちょっと、記憶に留めておいてほしいと思います、ね、今日から政治の話です、ね、次回以降もね頑張っていきましょう。今日の話は以上で終わりです。ありがとうございました。